林光寺は、三重県鈴鹿市にある、新言宗地山派の仏教寺院。三号は、金山。本尊は、千手観世音菩薩。次伝によると、天平十二年、聖武天皇の直により、行紀菩薩が、東大寺無事混流祈願の閉じ、この地を訪れたおり、林の中に聖戦が湧き出て、金光を放つのを見て監督し、聖武天皇直願寺として改装されたと伝わる。 後、神戸城主代々の祈願書として栄え、寄進された品々が今も現存している。安土桃山時代に再建された本堂の内部は桃山様式で、主遺団の彫刻、極彩式の柱、華麗な壁画、各天井の花鳥の絵など、鈴鹿市内では数少ない桃山建築と言われている。本堂手前右側に立つ円魔堂の曹操は、 南北朝光期と伝えられ、後宝永年間に再建されている。この堂は、身寄りのない死者や、水子等風雲な人々の供養のため建立されたといい、縁魔の寺として有名になっている。毎年2月16日と8月16日に回避し、縁魔絵式が施行される。平安時代の作で、造高1.27メートル、日の木の一本作りで、 全般に掘り浅く優美な顔という。この像は年1回、8月9日午後11時より10日午前1時までの2時間、開帳される。ありがとうございます。